皆さんどうもこんにちは、ワンディー&ユーポンです。今日は第2回目のポテトポアのお部屋掃除です。いやね、やっぱりコオロギとか餌食べさせてるから、コオロギの何かが飛んだりとか液体が、それで汚れてるとかも、そろそろねもう1ヶ月ぐらい経つので、あ、温度計が、お掃除を今日はしたいと思います。はい、ではちょっと寝てんだよな、みんなごめんね。ちょっとポアからいきます。ではでは、ポアさん、おはようございます。この子たちにとっておはようございますが、寝てたからごめんね、ポア。そうやって入ってたんだ。こうやって入ってたみたいです。なんかかわいそうになってくる。シェルターよく、あ、待って、あれだ、この子たちの第二の部屋。かわいい、こっち見てる。ほら、おいで。ちょっと、あ、待って、そっちうんこ、そっちうんこ。なんでさ、片手だけやってさ、両手を乗せてくれない。そっちうんこ、そっちうんこ、そっちあなたのうんこ。失礼します。うんこの前で、うんこの前で、そう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 、もうちょ前おいで。おい、そうだ、はい、あ、ちょっと重くなったかも、ちょっと重くなった。ここ行く、はい、狭い。前さ、こんなくねってなんなくてもさ、入ってたよね、確か。大きくなりましたね。うん、大きくなった、いいことだ。じゃあ待ってて、かわいいな。キッチンペーパーごめんね。では早速砂を捨てていきます。あら、うんこのところが取れないわ。うんこスプーン、これか。かわいい、興味津々のようです。うわ、綺麗になった。うん、このカスが。ホテルはね、脱走経験ありだから。
これでもう臭くもないし汚くもないし大丈夫ですね。マジであんたなんで出てくんの。おっとっとっとティッシュ入れとこうかな。ティッシュオリコ。やべ、コオロギが落下。コオロギ落下。何やってんだよ、あんたは。どこいる？確保。確保いたしました。では砂を入れていきます。もう全部入れちゃうよ。うん、これフォアが見ている。ということでお部屋掃除できました。見てください、このピカピカのお部屋でね。ここにキーあったじゃん。ちょっとうんこ癖が悪いので汚れちゃって今ありません。だからまたね買っていかないといけない。よし、よし、じゃあポアを読みましょう。ポア終わったよ。来た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 。おりこ、登るを覚えました。綺麗になったよ、部屋。わざわざ水の方行くの。綺麗になったよ。よし、ピカピカです。そして続いてポテです。ポテです、ポテです。起きてる？あ、起きた、よかった。え？
おっと。音が。やっているでしょうか。3、2、1。ちょっと待って。ワン。どういう格好？逃げる格好ですか、ポワさん。あ、待ちポテさん。ポテさん。眠いんだね。あ、眠いのか。そうだよね。寝てたもんね。ないもんね、全部。え、こんな動いてるの初めて見たかも。何やってんの。パントマイムみたいな動きしてるけど。泣いたね、今。尻尾大丈夫？すごい肉肉しい。尻尾が肉肉しい。ほら。やばい。ちょっと。脱走。あんた、これで2回目は脱走。スプーンの上に乗って。で、動かないっていうね。楽しいね、お散歩。なんか家から脱走したみたい。なんか楽しそう。え、楽しそうだね。あ、ティッシュが。
よし、確保。ポテ確保しました。こっち見てる。そうなんだけど、綺麗だった。重たいね、つまんない。
超かわいい。ポテ、起きて。おはよう、ポテ。目どら焼き。ポテ。起きない。めっちゃ夢の中。来る気なし。しっぽかわいい。ちょっとこれさ、腕にさちょっとしっぽが絡まってんのいいよね。開けたら顔当たんだよね、ほら。当たんない。当たってなかった。
出てきちゃった。かわいい。よし、でかかったね。ということで、お部屋掃除無事に終わりました。いやね、なんか本当ここら辺とか汚かったから、またねピカピカになって臭くもなく、とてもね元気になってくれてよかったです。興奮してまたね、なんか1ヶ月あったら掃除したいと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。サブチャンネルゆうぽの休み時間、メインチャンネルの方もチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、LINELIVE、TikTok の方も花輪のポンです。ではおつぽん。立ってんだけど。なんか人間みたい。何この格好。体の角度も相当やばいけどね。